シャス、田中です。今回はドミネーションにやってまいりましたけども、そうですね、 SMG 使いましょうか。やっぱりね、皆さんにはいろいろな武器をね、知ってもらいたいんでね。本心を言えば同じ一つの武器をずっと使い続けたい次第ではございますが、まあやっぱり最初の方はね、みんなにね見てもらった方がいいかななんて思うんで、ASM1 やります。あ、丸じゃん。丸とバツ間違えちゃうんですね。海外版なんでバツで決定なんですよね。丸で決定じゃなく、そこちょっとね紛らわしいんでね、たびたび間違えるんですけど。あ、 B 制圧されてた。しょうがねえ。だったら横から回ってくしかねえなと見せかけて A まで行っちゃおうかな。 B ここあれがないもんね。いた。いるぞ。ねえよ。あー、ずれた。くっそ。チャンスだったのにね。適当に撃っとく。このハンドガン便利ですよね。あ、他にもでもなんかハンドガン出てたな、それは。それも使っていこうかな。おいで。あー。てかあれ早くない？なんだこれ、なんだこのサポートっぽいの。ジャンプで急速移動。あぶね、敵がいるのと思っちゃうから。これか、いけ。いたやっぱこっちから来たの。そうはさせないんだよなって言いながら、そこから回っとく。やばいね、ちょっと B 敵が危ねえ。この中入ってこう。上ってこう。あ、なんかローリングサンダーみたいなのが出てる。危ねえ。よし、カモン。ポコンっつってね。かわいい。おりゃ、弾がね。オーケー、キルスとつながった。なんとなくいい感じで籠城戦できてましたね今。うわ、いて、のけぞり方リアルね。ほんとなーにこれは。普通に撃ってきたのね。ケアパケお願いします。お願いします。どうせ私はどうしていいんだ。手投げとこ。なんだこれ、ダメですよ。おお、これ何？わかんないな。これ何だったの？パシッとやったの。何？なんか警報鳴ってるけど。は？まあいいや。よくわかんないですね、この。ミニック。なんだよ、この、なんだよ。あー、ダメだ。なんだこれ。何にもいいことないんだけど。プラスになってんのかな、これ。絶対なってないでしょ。こん中超人いるもんね。くそだなぁ、ほんと。あれ、何があったんだろうね、本当に。なんか秘められた効果があったの。何かな、チャーリー側に来たか。ちょっとこっちで籠城戦しよう。ここから迎えるです。でね。OK、UAV。了解です。B に、どうしよう。C に行きましょう。82か。めっちゃ取られてるね。こっちかな。UAV が出ててもやっぱり。結構ゴーストっぽいの使う人多いんで、そこら辺は侮れないんですよね。よし、 B、 とりあえず B の奥まで行こうか。とりあえず B ね、よく殲滅されちゃうから気をつけないと。あー、ここにいたのか。めっちゃ見張ってるし。じゃあ C で私は悠々とケアパケを呼びましょうかね。いでよ、ケアパケ。もう一回なんか変なうーだったら怒るよ。なんだこれは。
わかんないね、何が何なのか。あ、いらねえ。ゴミカス。しょうがないですね、ゴミカスが出ちゃったんでしょうがない。あー、ブラボー早いな、落ちるの。やばいな。一旦容赦ないね、ほんと。もう、どれが敵だかわからんす。マジすごいな。豆鉄砲感半端ないね、この銃。さっきね、あの、インセットってところですかでね、やったんですけど、だって この人だってこれしか当てなくても殺せるんでしょ。俺どんだけ当てたらしいのあれだって別に SMG の距離だと思いますけどね。これ多分ネタ武器っぽいっすね。あんまりこういうこと言いたくないけど、この武器クソ武器ですね。正直死なんすわ。本当に近くないと死なない。45発で行かせてない。そこがね、痛い。一番45発行ってないんだもん。なんかこれ何なんですかね、消化不良ですね。なんか毎回思うんですけど、このフラグの意味何だったんだろうかってね、なりますよね。ほい、よしね。ダメ。あ、やばいね。映画を仕込まれたらここやばいんですよ。尋常じゃないぐらいやばいんですよ。危ない。もうなんか余計に撃ってもいいレベルで本当に威力がないからな。あー、ダメか。ここ本当に辛いんだよ。映画がずーっとこっち側でリスポンするから、ここからどうやって脱却するかですよね。本当にここには人がいるしね。で、迂闊に B 入りませんよ。いますから。やばいね、ほんと。リコンでもしてちょっとなんかサボってようかなってレベルですね。危ね。こう横に横にスライド。あ、いる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 けど、あんな換気扇の危ね。これでも死なんか。換気扇の上のやつなんて狙えないよって言ったら来るしね。ここリスなんですよ、勘弁してください。ちょっと僕はもう心が折れそうですよ、これ。こんな、いや、角待ちしよう。もう角待ちして、うん、死ぬ。悲しい、悲しいね。いやー、心折れますよ。そうそうね、発売日なのにここ折れちゃ、心折れちゃダメでしょう。それぐらい勇気がない武器だということです。ここ行ったら来るんじゃないの。だって結構回ってきたし、回ってきてたでしょ。 B なんて絶対取れないもんね、これ。絶対取れない。命かけても、嘘、命はかけらんないわ。命かけて B 取ってんだから。いやー、取れないな、ほんと。取れない、死なない、殺される。これ何なんだろうね。悟りを開けそうなレベルで弱いですね、威力が。相手が超隙があるところを打ち込むぐらいしか、あれがないですね。先打ち。ほら、相手今ずれてるでしょ。打つタイミングもあれですけど。こう、打って、こう移動する？その時に使える。ね、だから相手が当ててなかったら僕が勝てるんですよ。相手が当ててきたら僕負けです、ね、打ち合いません。一方的な打ち殺しがないと。すげえ、いいわ。なんと味方さんの、おお、素晴らしいな、味方さん。 B を落とすなんて、難攻不落のあの B を。素晴らしい、頑張って維持しましょうか。かな、ここにいるんじゃないの。 OKOKOK。 危ねえ、ナイス、さすが。
よし、ここに登ってくるやつらをね、こうやって殺戮だ。これから A のリスキルが始まるぞ。なんて始まるかな。お、硬。なんだこの硬さ。じゃあ俺ももらいます。正直あの武器じゃここは難攻不落にはできません。あ、欲を出してしまった。いやー、どうでしょうね。これ31秒か。あと現実は厳しいですね。おお、本当にだだだだだで、ここ初ぐらい入れてんのかこれ。あ、透明人間が行く。ちょっとパンがちゃった。死んでる死んでる。うわー、フラグ使えねえよー。今のところ避けられたらもうフラグの意味はい。あー、ダメか。うわー、つるー。ぜひ皆さんもね、この銃使ってみてはどうでしょうか。おすすめします。楽しいですよ。本当に知らないんで、これやばいっすね。サーマシンガンつらし。というわけで今回はドミネーションサーマシンガンつらいの巻でした。この武器はすごいですね。なんか威力減衰がありすぎというよりかは、基礎的ななんかダメージ力が20ほどしかないようななんか武器でしたね。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。